今年の日本レコード大賞、各賞の受賞者が発表されました。大賞、は優秀作品賞から。また、最優秀新人賞、は新人賞を獲得したアーティストから選ばれます。大賞3連覇がかかっていた、3代目、J、ソウル、ブラザーズ、は受賞を逃しました。AKB48 が受賞すれば、2012年の、真夏のソウンドス、ゴーッド。以来3回目の受賞。氷川きよしなら、2006年の、一見、以来2回目です。それ以外のアーティストが受賞したら初の受賞となります。以下に一部の賞を列挙します。優秀作品賞。あなたの好きなところ、西野カナ。海の声、浦島太郎、桐谷健太。女は抱かれて鮎になる、坂本冬美。サイ&ダカ、キャリーパニャパニャ。365日の紙飛行機、AKB48。涙のない世界、3A。花束を君に、宇多田ヒカル。ベリエベ、西内マリア。未練心、氷川きよし。ラストシーン、生き物がかり、米曲名50音順。新人賞。イコン、林部智文、葉山瑞稀、ボイス、アンド、メン、米アーティスト名50音順。最優秀アルバム賞。ファントム、宇多田ヒカル。優秀アルバム賞。イエットー、ダンセア、星の始め。冷めない、スピッツ。シャンデリア、バック、ナンバー。ジョイ、オフ、ライフ、博士太郎、米アルバム名50音順。特別賞。君の名は、ラッドウィンプス、ザ・イエロー・モンキー。シン・ゴジラ、サギスシロウ、イフベ・アキラ、ビッグバン、米50音順。特別話題賞。PPAP、ペンパイナッポーアッポーペン。ピコ太郎。